俺の名前は旅助、恋人の涼子と最近結婚をした。ひひひ、結婚式はあえてせず会社に無理言ってかなり長い休みを取ることに成功。旅助も動けるよね。ああ、そんな涼子は。さーて、どこ行く？新婚旅行。もうワクワクして昼も眠れないの。昼は起きてるもんなんだよ。旅助はどこがいい？ああ、やっぱり王道のハワイとかオーストラリアとか。全然ダメ。面白くもなんともない。普通すぎる。聞いておいて、そりゃひどくない？てか捨てるなよ、もったいない。私にはある考えがあるの。こんな王道の旅行先で私を満足させられると思わないで。じゃあ最初からそのガイド買うなよ。旅といえばやっぱり刺激よ、冒険よ。実は SNS で聞いてたんだよね、行ったらヤバい旅行先を教えてって。大丈夫かそれ。よし、決めた。早くね。一箇所目は。いくつか行くの？一個でよくない？ホンジュラス。どこだよ。ホンジュラス、それは中央アメリカに位置する亜熱帯の国である。どうやばいんだろう。ワクワクするな。どんなワクワクだよ。お兄ちゃんたちどこから来たの？その時一人の子供が話しかけてきた。日本だよ。へー、すげー。日本って平和な国なんでしょ？この国結構危ない国だからさ、お兄さんたち気をつけた方がいいよ。でも大丈夫、今日はきっと素敵な日になるよ。いい子だね、ありがとう。その時だった。話しかけてきた子供に気を取られている間に俺のカバンはもう一人の子供に盗まれた。えへへへ、気をつけろって言っただろ。今日は素敵な日だな。日本の治安の良さを思い出せるんだからな。全然いい子じゃねえ。さすが治安の悪さトップクラス。あんなコテコテのスリ初めて見た。いや、どうすんだよ、大事なもの結構入ってたのに。大丈夫、こんなこともあろうかとすり替えておいたよ。予期してたなら最初から言ってくれよ。それからも俺たちは数分に一度はひったくりに襲われた。はい、姉ちゃん、服が汚れてるぜ。どれ？ニャーガ、後ろ後ろ、カバン漁られてる。手口は様々であり、気をそらせてカバンを狙う者もあれば、暗くなってからはバイクや車に荷物を取られることも珍しくなかった。すごい、人混みもあるのに堂々と。これがホンジュラス。感心してる場合か。ほら逃げられるぞ。そして全力で走った結果、なんとか荷物は取り返した。ねえ、そろそろ次の国に行かないか。なんかこの路地裏とか怖いし、変な音聞こえるし。そうだね、この国ではだいぶアップもできたし。アップ？さーて、続いての国は。せめて知ってる国であってくれ。アダカマ砂漠。だからどこだよ。アダカマ砂漠とはチリのアンデス山脈と太平洋の間の広大な砂漠地帯である。でもさっきのところよりは平和そうというか、人がいないというか、砂漠だし。この場所はどうやばいんだ？いい質問だな。この場所のやばさを感じるには、このアダカマ砂漠のマラソン大会に出場するのが一番だ。マラソン？さっきの国でだいぶ体動かしたでしょ。マラソン出られるよね。待って、追いついてない。思考が追いついてない。ほら、これが支給品の地図と水と血清だ。最後の何？血清？サソリが出るからそのための血清だよ。サソリ怖いからね。さ、マラソン大会頑張ろうね。お前の行動力の高さの方が怖いよ。てか地図これひどいな。10キロ砂漠、そこから5キロやや平坦になるってアバウトすぎるよ。百聞は一見にしかず。さ、旅助、走るよ。こうしてアダカマ砂漠のマラソン大会に俺たちは出場した。夫婦の絆育むよ。そんなアダカマ砂漠のマラソンの内容は、初日は延々と砂漠を走り続け、2日目は川を越えるという内容であった。イエーイ、出てます。お気楽すぎるだろう。冷たい地獄だ。ほら頑張って、夫婦の絆のためだよ。そうだな、夫婦の絆、夫婦の。川を越えた後、3日目は大きな谷を越え、4日目は徹夜で74キロを走り抜けなければならず。絆、
絆。旅助？旅助？過酷なマラソンに俺は意識を失った。レオ君。目覚めたんだね。そこには美しい花畑が広がっていた。アダカマ砂漠はね、世界トップクラスの乾燥地帯。マラソン大会は地獄だよ。だけどね、見て、このお花畑があるのもアダカマ砂漠の魅力なの。これ一緒に見たかったんだ。リョークはマラソンしなくてよかったじゃん。育めたでしょ絆。育む前にいろいろ終わりかけたよ。こうして俺たちのアダカマ砂漠の旅は終わった。安心して旅助、次は小さい場所だからマラソンはしないよ。ああ、そろそろ帰っても。さて、続いての行き先は？キヨー、ミギンゴ島。ミギンゴ島、それはアフリカ大陸のビクトリア湖に浮かぶ2000平方メートルほどの広さであり、人口は約800人。世界で一番人口密度が高い場所であった。さあ楽しみましょう。すごいわね、人もいっぱいで賑やか。いや、どう楽しめと、人の視線が怖えよ。何なんだよここは。家の入居待ちの人も多く、実質大量のホームレスがいる島であった。でもすごいサバイバルな国だよね。電気もガスもほとんど通ってないんだって。なんでみんな暮らせてるんだ。結構あんな感じで物資は届くから不自由しないんだって。さらにですね、うちみたいな酒場もあれば、ホテル、美容院、雑貨屋もあります。狭いながらも楽しい我が家というわけです。そうですか。ちなみに支払いは電子マネーでいきますか？電子マネー使えるんだ、ここ。今まで過酷な国ばかり見てきた分、一番マシに思えた。なんだろう、なんだか涙出てきた。あとはこの国ではナイルパーチという魚が高く売れるので、商売には悪くないんですよ。うわー素敵。ねえ旅助、移住しようよここ。それは無理。なあ涼子、もう俺たちは十分絆を育んだよ。そろそろ日本に。さて続いての行き先は？聞いてくれ、頼むから。ニジェールデルタ。ニジェールデルタ、そこはナイジェリアに位置する小さな国であり、これは植物は枯れ、水は汚染されており、人々は飢えていた。ヤバいのレベルがだいぶ違うなここ。うん、あんたら旅行かい、物好きだね、こんなところに来るなんて。いや、ヤバい国はないかってみんなに聞いた時、ここの名前が上がって。そこを正直に言うんだな。でも気になる、なんでこんなことに。なんだ、知らないんだな。原油の流出事故の弊害だよ。その処理とか。そんなこと国がしてくれるわけねえだろ。知識のない善人たちが何とかしようと努力はしたよ。でも結局汚染の緩和はできなかった。食べ物も飲み物もほとんどダメになっちまったよ。ここは地球上で最も汚染された場所の一つだ。俺たちは汚染された水を飲み、その水で調理し、洗濯しなくてはならない。あんたらも匂わねえか？この空気から汚染物質の匂いがよ。本当だ。とても楽しい場所とは言い難かった。これじゃ肺とか皮膚も病気になっちゃう。本当にヤバい国なんだ。俺たちは政府へ訴えるつもりだが、きっとまたダメだろうな。勘違いした奴らが石油施設に突入し、石油を盗む奴もいる。そんなことをしてもこの国は変わらないのにな。どうしよう、どうしよう。涼子、私ここまで行ってきた国のこと投稿してて結構バズってて、でもこんな悲しい国のこと安易につぶやいてバズってもダメだよね。承認欲求のためだけにこの国を利用しちゃ。涼子、涼子の思いはきっと真っ当だ。抵抗感が出るのは当然だと思った。いや、涼子、だからこそ拡散しないと。なんでこの国はヤバい国として名前が上がったんだろう。それなら
この国の危機をちゃんと世界に発信しないと。だってそれがここまで来た俺たちの使命じゃないのか。そうかもね。好奇心でも何でもいい、伝えなきゃいけないことを知った時は伝えるのが知った人の使命だと俺は思った。偽善かもしれない、何も変わらないかもしれない、だけど何もしないよりはマシだと思った。ひどすぎる。俺ボランティアとか行こうかな。何かできることないかな。いらない服とか寄付できるかな。そして俺たちの長い新婚旅行は終わった。好奇心で行くもんじゃなかったかも。振り回しちゃってごめんね。何言ってるんだよリョーカ。好奇心でも何でもあの国を知ることができたんだ。俺も知るきっかけになった。リョーカはすごいよ。ありがとう。ヤバい国という名目で拡散されていく SNS や動画サイトだが、それでも名前を知り興味を持った人がいたら調べたり、現地で何かできることがないか考える人が一人でも多く出てくるのであれば、好奇心でも承認欲求でも背景は何であれ、知ること伝えることはとても大切なことではないか。俺はそう思った。